スーパーガールズは清く正しく 100% の笑顔で MBS ラジオスーパーガールズのスーパーラジオを盛り上げることを誓います。誓います。さあ始まりました。イエーイ、始まったよ。始まり、はい、スーパーガールズのスーパーラジオを記念すべき第1回目でございます。イエーイ、30分のレギュラー番組でございます。すごい、念願の大阪で、レギュラーラジオができるということで、みんなうちが大阪出身やったからできたんかもしらんな。それは違うかもしれない。違うかもしれない。でもめっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいです。よくね、スパナも大阪に来させていただきますから。そうですね、これを機にね、関西にもどんどん来れたらいいなって思ってるんですけれども、うん、今回はですね、初回ということで、めでたいことを記念しまして、うん、なんとメンバー全員14人で収録しております。イエーイ、なんか多い、こんなに多いのが初めてみたいですごくないですか。そうね、この撮ってるスタジオでもう14人で撮るのが初めて。そうなんですね。だって机にそのラジオってみんなで向かうじゃないですか、うん、2列目とかありますから、ね、やばいね。頑張って、ね、声出してみます。なんかさ、こう一斉に喋ると本当何言ってるか分かんない。なんか最初14人って聞いた時に、え、本当に大丈夫ですかって聞いたんですけど、ね、うん、あのもうね、ディレクターさんが熱を持って、いや、やらせてくださいって押してました。嬉しいですよね。実は15人だから、ね、そう。そうなんですよ。今回はですね、あの動画とかも回ってるのでね、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。これすごくない？360度カメラで撮ってるんだよ。みんな変な顔とかずっと撮られてるから、ね、やばいやばい。割と真顔なりがそうですよね。さあ今回はめでたい初回ということでですね、12バージョンでお送りしていますが、ここでもう一つめでたいことがございます。何ですか？なんと本日志村梨花さんの誕生日です。気づけ変わったね。気づけ変わって本日お誕生日。ありがとうございます。ここでじゃあ皆さんでちょっと歌いましょうよ。はい、じゃあありがとう。じゃあメンバーのリスナーの皆さんも一緒に歌いましょう。はい、はいはい、せーの。ハッピーバースデー、 So happy happy birthday、 リカという存在が始まった奇跡の日に。ハッピーバースデー、 So happy happy birthday、 おめでとう、大切なこの一日は時間のもの。ケーキをね、はい、持ってきたんですけど、びっくり、だってあそこはお腹痛くなってトイレ行ったんじゃない。で違う人、アイドルもお手洗いなんて行きません。いろいろ言いたいことはある。ムービー見てる人は分かると思うけど、うん、分かりやすい。あれね、下手すぎ、下手すぎ、シムのこと、あ、大丈夫大丈夫、めっちゃさ止めるからさ。あ、だから分かる。だから分かる。も何も言ってないのに、暗黒の横に行っておいでみたいな。だから私必死に、あ、そう、ちょっとお手洗いにって言ってめっちゃ必死。え、全然気づかない。ごめんなさい。ケーキを取りに行ってる間にさ、浅川がいないのにもう一回始めちゃうから。そういうラジオだからとか。いや私本当にあの後ろで聞いててヘッタクサやなと思って。え、全然気づかなかった。ありがとうございます。日付変わりまして、本当に本日お誕生日ということで、そうなんですよ、10月1日お誕生日になります。24歳になっちゃった。抱負もう24歳にもなると、あのとにかく元気にいこうかなって。あの健康第一に、あのとにかく元気にみんなについていけるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。おめでとう。ありがとう。なんかニャンニャンとか言ってたのが懐かしいです。懐かしい。だってそうだよね、スパが入った時17歳で24歳になるので、あの本当にスタッフの皆さんも、あの私メンバーよりもスタッフの方の方が年齢近いんですよ私。そうだよね。そうで、あのこの MBS のスーパーラジオの
スタッフさんの中にも私より年下の方とかいて、うん、ちょっとなんか不思議な感じなんですけど、うん、そういうのも感じながら楽しめればなと思います、うん、はい、はい、なんかリカタその誕生日ってすごい記念が多い気がしてて、ね、そうだね、持ってくよね、ありがとう、ごめんね、ありがとう、今日初回で誕生日っていうのもそうだ しあのスパガのデビューが発表されたのも、うん、シムの誕生日にやったライブだったから、そうなんですよ、10月2日の時にね、やらせていただいて、ね、ありがとうございます。この番組もいいものにできたらね、はい、うん、ありがとうございます、はい、おめでとう、おめでとう、おめでとう。さあ、ここからは新企画でございます。スーパーガールズのスーパープレゼンのコーナーです。イエーイ。こちらですね、どういったコーナーかと言いますと、メンバー間の結束力をさらに高めるとともに、一人一人が今以上に表現力をアップし、今後様々なメディアに呼ばれた際にその力を発揮するために、あるテーマについてプレゼンを行うコーナーです。おー、プレゼンとかできる？みんな。できないよ。ルナとか絶対できないよね。絶対無理ですよ。もう日本語下手だから。日本語下手。わかりますよね。下手だもんね。ミレイちゃんとかもそんなにプレゼンとかのイメージないんですけど。いやー、ない。生きててあんましないよね。プレゼン。けどほら、食レポは得意だから。やっぱりね。やってるからね。食レポでやってるから。毎朝やってるから。まあ、早い話がですね、チームでプレゼンをして個人個人の得点を競い合うコーナーということですね。チーム戦らしいです。テーマを発表したいと思います。テーマはですね、淡路島にありますホテルニューアワジでございます。おー、はい、お世話になってます、ね、そうですね、番組ではこのホテルニューアワジに伺う予定もありますので、皆さんがね、プレゼンをね、うまくしていかなきゃいけないなと思うんですけれども、はい、そこでポイント上位のメンバーはなんと豪華な特典が、いや、何やばいやばい、宿泊券とか、まあ、今回は初回なので、ホテルニューアワジさんのどのようなことをみんなにプレゼンしてもらうか、その内容を紹介していきたいと思いますね。ホテルニューアワジとは、全客室から淡路島の海原を一望する絶好のロケーションを誇る淡路島のホテルでございます。はい、今ね、あの資料いただいて写真とかも載ってるんですけど、めちゃくちゃ綺麗なとこですね。素敵すぎる。ルカちゃんは行ったことあるんですか？いや、私はないんですけど、うん、お父さんが何回か泊まりに行ってたみたいで、もうね、家に帰ったらもうだんど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 ん喋り尽くされました。そのニューアワジさん、豪華な客室でして、うん、ビラ楽園と夢大地というのが人気なんですかね。すごい、すごいロマンティック。星と海と空が出会う場所みたいな。すごい、これやっちゃうん、やばいんだけど、やっちゃっていいの？これやばくない？でも一番出会いたいところ、星と海と空だよ。一番出会いたくない？何言ってんの？何言ってんの？一番出会いたいんだけど、お姉さんいろいろとね、シムがね、出会いたがってるわけなんですけど、本当にこちら、あの人気すぎて、去年12月には新客室もオープンしました。それがですね、空の庭というところで、やばい。どうですか、空に庭なんてあるんですか？すごい。っていうか、なんかもうこのタイトルがおしゃれ。そうそうそう、誰が考えたんだろう。本当にみんなで行きたいよね。行きたい、こんなとこ泊まりたい。客室も綺麗なんですが、充実の夢ぐりもできます。すごい、だって湯巡りたい、巡りたい、湯巡りたいんだけど、お父さんが温泉に入った時に見える、あの海がね、もう絶景すぎて開放感がやばいって言ってた。え、お風呂入ってて海見れるの？うん、やばい。海が目の前にパーって広がっとるらしい。すごいね。中でもあの3つの湯船がいいらしくて、淡路棚田の湯、国生みの湯、天球の雫。すごい、すごいな。うん、下本温泉と小萌え温泉の2つの源泉を楽しめることができると。すごい、すごい。そんな温泉で温まった後は、新鮮な海の幸に舌鼓と。舌鼓よ。鼓たい。鼓たいよね。本当に、あの、こちらもね、お写真が載ってまして、海の幸がめちゃくちゃ美味しそうなんですけど。何トラフグ、海ね、海時代。タイ。タイだね。海時代とトラフグと淡路牛。やばい。トラフグ。もう本当にいいですね。本当に美味しい食事も楽しめますし、絶好のロケーションで
朝日だったりも。うわめっちゃ綺麗。やばいやばいやばい。やばい。待って露天風呂から見えるの？やばい。これやばいね。そうよね。朝日最高。まあ来週からそれぞれのメンバーがどのようなプレゼンをするのか交互期待してください。はいはい。